皆さんこんにちは、キワだよ。はは、はい、今日はバックボレーです。はい、バナナさん、高尾さん、お願いします。お願いします。お願いします。さあちゃん、だいぶキャラが固まってきたね視聴者の方もだいぶ弾けてきたな、この番組って思ってもらえるようになってると思うんで、はい、はい、この調子でいきましょう。はい、はい、お願いします。 Please subscribe。けいちゃんは両手で打たれますか？はい、バックも両手です。はい、はい、そうですね。もちろん、片手で打てるに越したことはないんですけど、うんうん、なかなかそのいきなり片手っていうよりも、うん、僕のおすすめするのは両手で持ってたとしてもですね、当たる瞬間か当たるちょっと前でいいので左手をうまく離す方が、おすすめです、これは。はい、はい、なぜかというと左手がずっとついてるとちょっと窮屈な感じがするので、まあ、もちろんボレーだけじゃなくて、例えばバックハンドのスライスなんかもちょっと左手をうまく離して、あ、ね、うん、スイングを綺麗に保った方がいいかなと思いますね。はい、まあ、方向をこう出していくという意味でも左手は離した方がラケットは行きやすいっていうのも事実ですね。はい、ですから無理にこう、ね、両手をずっとくっつけている必要がないっていう、はい、ないですね。どうしても ね、 こうね、小さなスイングになってしまって、なんか一瞬で力を何とかしなきゃと思って綺麗に当たらないので、やっぱスイングをがある両手にしても片手でもそうですけど、スイングがある中に打点があると思った方がいいですね。あまり打点のところにこうボールをボールに対してラケットを合わせよう合わせようと思うと、まあ、綺麗にボールが飛ばないので、そこはちょっと注意してね、はい、やっていきたいなと思います。はい、はい、Please subscribe。 まあけどいいスイング、まあ、キワちゃん特に基本的なことがもうちょっと染み付いてる感じが。そうですね、小さい頃からテニスはね、やってますので経験はありますから。ただ本人はね、やっぱフォアの方がストローク得意だというのを言ってましたし、ボレーもフォアの方がということを言ってましたので、ただね、すごくいいと思います。もちろん来るとこにが分かってるのでね、あれですけども、打つタイミングも十分いいですよね。はい、左足から入ってしっかりと右足に体重が乗っていくという、まあ、このタイミングもいいですし、フェースがあんまりこう動かないのも。そうですね、少し左手と右手若干離せますか？はい、少しはい、はい、打ち終わってからでもいいです。打ち終わってからスッ、はい、いいですよ。左手を離しながら、うん、そうです、綺麗にラケットを打つ方向に、いいですよ、いいですよ、うん、OK、 ラストいきましょう。はい、あー、 OK、 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 ありがとうございます。はい、佐久間さんにじゃあちょっと片手のね、まあ一般の男性の方であったりっていう、あ、でもあ、もちろんね、当たらなければ話にはなりませんからですけども、うん、でも感覚は僕はすごくいいと思いますね。いいですよね。はい、姿勢もいいですし、はい、ちょっとミート率が悪いと、はい、方向が出ないっていうのもありますけども、ね、やっぱこのね、打点のね、前後もね、やっぱこう正確にしたいですね。うん、どうしてもこう前で前で捉えようと思うが、あまりラケット面が上も向いてしまうってことになりますので、うん、ラストいきましょうか。ラストお願いします。うん、OK、 OK です。力がこう入るポジションっていうのをまあ確認する必要があるのと、はい、まあ、やっぱり脇がこう開いた状態でインパクトしない、締まる、当たる、はい、ここですよ。ここがちゃんと締まってないと力が出せないっていうのも事実ですから、思ってるよりも当たる瞬間っていうのはそんな面が上向いてるわけではないんですよね。どうしてもこう両手にしても片手にしても前で取ろうとすると、手首の形を自然な状態にすると面上向いてますよね。はい、で前に行けば行くほどこれ当然上を向くことになるので、それを手首でこう絶対することはやめてください。この手首でクッと前で取って 手首をこうクッと返すことによって、じゃあまっすぐ、じゃあ普通にしてるから上ではなくて、自分の手前の方に持ってくれば自然にラケットのフェースっていうのは少し立つような状態になりますので、変に前で取ろうとしないっていうのは僕はバックボレー大事かなと思いますね。はい、小田プロちょっとやってみましょうか。はい、最高のボレーを。最高のボレーここはもう本当シンプルにミート率だけを意識して、意外
とねラケットってきちっとスイングしてると思うんですよ、はいはい、ね、以前にもありましたがその振っても、ね、うんうんうん、いいっていうのはそので動かしてる範囲さえきちっと自分で分かっててどこで当てるかっていうのが理解してれば ある程度僕はスイングしないと飛ばないと思ってるので、なるほど、はい、確かに結構振ってる感じがしますね、はい、もちろんねここに来るっていうことがあるので準備はしやすいですけれどもあまりこうただ当てるだけっていう感じにはなんないですよね、前でこう取るこれ以上前に行かないところで取っちゃうとヘッドが下がるから、うん、当たってからさらに前に行くっていうそういうポジションを探した方がそうですねいいかもしれないです、ね、特にねあの例えばバックハンドのストロークを両手で打ったり、はい、バックのボレーを両手で打つことが多くてじゃあちょっと、片手に変えようかなとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう場合にどうしても、前で取らないと負けるんじゃないかと思っちゃうんですね力的に力が、はいはい、あの入りにくいんじゃない、うんうん、でも逆に前にで取れば取るほど力が入りにくいとも言えるので、うん、その打点っていうのはやっぱりその取る本当に取るところは後ろじゃないんですけど自分の感覚では意外と横に近いですよね、まあ、カメラで、ね、撮ったら、ね、確かに前では撮って、うん、あの前では撮るんですけど思ってる以上に前ではない。あ、ラストお願いします。やっぱこう僕はあのラケットをしっかりあの立てる最初です。最初グッとやっぱ立てるっていうことによって、上から下にうまく振り下ろすところで当てるというイメージですね。フェイスがやっぱり最初構えた時には女性特にそうなんですけど、はい、まあ、ラケットが寝てる、はい、寝てるところから打ちに行くと下から入る時もあれば、はい、フェイスがグラッてこうグラッつく時が、はいはい、この手首のこの角度はキープしたまんま打っていくっていうことですよね、はい。ここがね、あの手首であったりこの L 握ってるところがあまりにも力抜けすぎてこうなったりとか当たる瞬間に力が抜けちゃうとやっぱりボールに負けちゃうんですね。あ、それがないようにずっと僕は握り続けてちゃんと最後まで握り続けた方がこのラケットそのものがずっと安定する、そういうイメージは持ってほしいです。もう僕らはもうある意味今まで何万球取ってるから、どこでタイミングを取るとか どこで握ったらいいかっていうのが分かってるんですけど、はい、やっぱバックボレーの苦手な方って力をなんか変にこう当たる時だけに入れようと思っちゃって、当たる時だけっていうのはもう1000分の3秒から5秒ぐらいなので、そこにじゃあぴったりなんていうのは難しいから、はい、最初からちゃんと力入れておいて最後まであの変に緩めないっていう方がいいかと思います、はい、Please subscribe。ああしっかり当たってるね。ああいいですね、いいですね。ああいいです。うん、形もいいし当たるところもいいですよね。このラケットのあのいわゆる当たる部分っていうのが、うん、根元に当たらないっていうのはやっぱ重要だと思うんですよ。真ん中からちょっと先端に近いところに当たってるので、うん、クロスにも行きやすいですよね。音がね、はい、いいからしっかりミート率がアップしてる感じがします。そうですね。ラスト2球いきましょう。はい、あ、いいです、いいです。ありがとうございます。はい、まあ、苦手ではないですね。でもなんか低い球の時はちょっとどうしようって一瞬思っちゃいます、ね、はい、自分の低いとこに来た時、うん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 、なんかこのままあったら絶対ネットしちゃうだろうなっていう不安が、こっちにかぶってるのかもしれない。こうやって上に向く、この調節が難しいのかもしれないです、ね。そうね、この上をね、あまりにも向かせると、今度逆にね、弱くなっちゃうっていうのかな。うん、そうなんですね、上を向かせたまま入ると、はい、もう例えばこのセンターのラインよりも上に当たっちゃうとグッと負けちゃうんですよ。あ、だからある程度上から振ったとしても、あの上のところに当たればうまく上がるので、こうちょっとこうフェイスがあのまっすぐになってても上に当たった瞬間にクッとちょっと負けるんですよね、はいはい、それをうまくね利用するっていうのも手なんです。だから上げたいからって最初からこうやってやっちゃうと、今度上に上がりすぎてす、ね、じゃあどうするとなったら今度急にこういうことをしちゃうので、はいはい、そのあたりはやっぱ気をつけなきゃいけないですね。あとはタイミングですかね。そうですね、僕がいつも注意してるのは
構えて、はい、踏み込むじゃないですか、はい、踏み込むとき、その前に踏み込む前にボールを打ってから前に出るっていう、はい、時間差ですね。そうですね、はい、まあ、これはいつも僕が気をつけてることなんですけど、まずこの構え、はい、左足と、まあ、右手がセットアップされてから、はい、足をこうやって踏み込むと、まあ、このタイミングになります、ね、踏み込んでからじゃないってことですね、はい、踏み込んでいってしまうと、はい、ローボレーはちょっと足を踏み込みますけども、はい、その前にボールをまず打ってからちょっと大げさにやりますけど、はい、構える、打つ、踏み込む、はい、そうすると次の動きがスムーズにいくから、はい、むやみにこう踏み込むというかは打ってから行くっていう、ね、このタイミングまでしっかり待つってことが大事になってくると思います、ね、この右足と右手が一緒にならないってことですね。一緒、そう、よく一緒一緒って昔はね、はい、僕は違うと思いますね。あの小野田プロのやるやり方の方が僕も意識してるし、うん、その方が例えばあの少し後ろめでバックボレー打つときあるじゃないですか。このファーストボレーと言われるところでね、打つときも左足と一緒に入って打つ方向にこの右足を持っていくと次が動きやすいですね。はい、次のポジションに行きやすい、行きやすいということですね。はい、まあ、ボレーは打った後も大事だから、そこで注意してやってあげると、ね、まあ、スムーズにいくのかなという感じがします。はい。はい、Please subscribe。しっかり握っておいてくださいね。握っておいて、上からグッと下ろしていいですよ。OK、OK、OK、OK。土手もうちょい前でもいいかな、うん、あとね、スイングをする方向がね、もっと自分の右の方でもいいと思います。はい、なんかこうどうしてもね、前にスイングしようと思うと特にクロスは角度つかないんで、このちゃんと手首のところでグッと負けないようにしておいて、少し外側のイメージから右側ですよ。だからあんまり横を向きすぎると今度おかしくなっちゃうから、ある程度正面だけども体がちょっとターンされてるぐらいでいいと思います。はい、いいですよ、いいですよ。思い切ってしっかり力入れといてね。そう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 、スイングの中に打点が OK、OK、ナイスボレーです。 OK、うん、いいです、いいです、いいですよ。 OK、もっと強く強く強くやっていいよ。じゃあラスト2球いきましょう。いい、うん、悪くない悪くない。 OK、 ラストいきましょう。 OK、 OK、 ヘッドがちょっと逆にこう下がっちゃうときが、うん、まあ、少し止めるイメージでもいいかもしれないです、ね。うん、ここからアウトサイドインで、アウトイン、まあ、クロスの方が力入りやすいんですよね、多分片手の場合、まあ、バックボレー特にそうだと思うな。ストレート方向の方がやっぱりこうラケットヘッ、あのヘッドをうまく下げてサイドスピンを使うっていうことも必要なんだけど、やっぱ結構根元に当たっちゃうんだよね。まあ、どうしてもね、なんかね、こう後ろから前後ろから前っていうスイングに、が正解だと思っちゃうと逆に力入らなくなっちゃう。後ろから前ですよっていう、はい、まあ、動きはね、動きはそうなんだけど、スイングとこのじゃあバックボレーで後ろから前には動いてるけども、スイングも一緒になっちゃうとちょっとおかしなことになるかな。スイングはどちらかというと外側からちょっと内側に振った方が良くて、ステップは前でいいですよって思ったら、それだけでね、やっぱ力が入りやすくなる。まあ、狙う方向性が例えばストレートだったら、狙う方向にラケットをこうやって持っていくというかは、少しアウトサイドインでこういう軌道で持っていくってことは、スイングの方向とラケットの方向がちょっと違うっていうことですね。はい、行く方向とですね。まあ、この辺は少し引っ掛けるという意味では、まあ、この辺の習得が必要ですよね。そうですね。だからその、なんか、何かな、ボールの当て方であったり、ちょっとこうサイドスピンをうまく、バックボレーに関しては使った方がいいです。特にイヤちゃんが言ってたら、低いボールの時どうしようって言った時に、変に下に下にってやるよりも、もう変な話、こうやっちゃえば、これで上がるから、こういうスイングで、いわゆる上がるんで、サイドスピンをかけてネットを越すっていうイメージを持っても、僕はすごくいいと思いますね。
Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!